よ。おー懐かしいな。おはようございます。任天堂64版スーパーマリオ、64? なんか引っ張れたような出し方違ったっけ。あーなんかこんなんで遊んだ記憶ある。まあいいや行こう。あれ、お出て消えてる。まあいいか。お城休みに来てください。ケーキを作って待ってます。ビーチより。1回目か。おはようございます。スーパーマリオ版、スーパーマリオ版じゃねえ、ゲームボーイ版じゃねえ、任天堂64版スーパーマリオ64とパート1 1回目。最初に見たら、まあいいや。とりあえずは、スターを確か100、200ぐらい集めるんだったっけ。150か。確かそんな感じのゲームやった気がする。懐かしいなぁ。え、むっちゃやった。任天堂64コントローラー、俺操作できるかな。まあいいや。なんか操作難しかった記憶があるよな、なんとなく。違うかな。ワープ道管をくぐり抜け、ピーチの後ろにつきました。操作は簡単、 A ジャンプ、 B 攻撃、看板も読めます。とマリオを動かすのは真ん中についている 3D スティック。まずは後ろへ進め。はい、Z がヒップドロップで、 R がズーム戻す。こんにちは、僕たちカメラマンのジェームス、ジュゲームブラザーズです。これからカメラを持って手当についていきますね。カメラをおすすめの位置から撮影してます。向きを変えるのは C ボタン変えられないときはブーと言いますと。うん、はいはい、 OK。 C ボタンを使うと向きを変えられると。オッケー。ようこそいらっしゃいませ。誰もいませんので、とっととお帰りくださいか。母とクッパか。どうやって喋るんや。B、あ、B か。ああ、よかった。来てくれたんですね。ピーチ姫も僕たちもみんな壁の中に閉じ込められちゃいました。クッパバースターを使って壁や絵の中に怪物の国を作ろうとしてます。スターを取り返したら、クッパの閉じたドアが開きます。1階に4つの部屋を探し進んでください。まずは左側のゴム兵の絵の部屋に入ります。この部屋だけはクッパの封印を逃れました。8枚溜まったら大きな星のドアを開くことができます。きっとピーチ姫はその中。あれ、ちょっとなんか違うな。あれ、山の上のゴムキング、ゴム兵の戦場。おっと、ここは危険な戦場のど真ん中。絵の中の世界にはクッパが盗んだパワースターがあると。はあ、ちょっと話しかけよう。ちょっと待って、この先危険。そしてアドバイス。空から降ってくる水爆弾を避けて橋を2つ渡ると相手の陣地。山の上のボムキングはすごく力持ち、担ぎ上げられないように注意して。僕ら赤ボム兵はあなたの味方、いつでも話しかけてくださいねと。ああどうなったかな。あれで、危ない危ない。こんなところをうろうろしてると水爆弾降ってきます。黒いボム兵たちは戦いが大好きで、いつも僕らを攻撃していきますと。ボムキングというボスがスターを手に入れてから、ここは戦場になってしまいました。なんとなく。あれ、これコインもなんか集めた方が良かった気がする。100枚集めたらスター1個もらえるんちゃったかな。これを持って走る。なんか当てたらいいんやったっけな。あれ、やばいやばい、コインが、あれコインなくなった。まあいっか、行こう行こう。とりあえずね、そうね、昔こんな難しいゲーム操作してた。あれ、あ、そうそうそう、 Z でしゃがんで A で、はいはいはい、でほい、なんかこんなんあったな。ワンはい
逃がしてあげたらよかった気がするんで、違ったかな。ほい、うん、お、はい、あ、そうか、一つ取ったら戻れるんか。はいはいはい、セーブして続ける。盗まれたパワースターを取り返したクッパは閉じてしまったドアを開けられるようになった。うん、まあまあいいや、行こう。ボムキング、ボムヘイキングやったっけ、山の上ボムキング。そう、ボムキングを倒さなあかんからね。なんかなぁ、コイン集めたらよかった気がするんやけどな。あ、ボムキングいなく、あ、いやいや、ボム兵が、ボム兵じゃない、ワンワンか。ワンワンがいなくなってるって言おうと思ったけど、普通にいた。おー、これかい。いたいたいた、ちょ。なんかな、こっちにも、なんかあったん違ったかな。やばい。普通にボム兵、ボムキングのとこ行こうか。これ登れんのやったっけ。あ、登れへんのか。懐かしいなぁ、それにしても。やばいやばい、なんか木登ったりもできた記憶がある。あ、そうっす、やっぱり。ほい、おっと、おっと、赤コイン、赤コインは確か今取れへんかった気がするよね。違ったかな。あー、大砲な。あ、あ、嘘嘘、あれ、これなんか壁キックみたいなのできた気がする。違うな。あれ、違ったっけ。多分違うんやろうな。それかテクニックが要求されるか。お、今のかっこいい。こう、確かしゃがんだらなんかいけた気がする。まあいいや、行こう。うっ、危な、おっとっとっと、滑るな、やっぱり。いや、マリオのシリーズは滑るんよね。ん、あ、回復するやつか。後ろ向いて、あれ違ったっけ。まあこれか。うん、爆弾の王様。パワースターが欲しければわしを投げ飛ばしてみろ。後ろから担げるか。ヒントヒント、ちょっと、なんか寄せた方が良さそう。こうか。ほい、で回って回って、あれ、あ、ん、すごい、ついてくる、あ、ついてこない、よいしょ。あと1回2回とかかな。はいはい、あ、ちょ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 、よし、おいてて、回り込みの速さはまだまだだが、なかなか強い。お前のやけらが欲しかった。初めの約束通り、パワースターをやろう。またわしに会いたいとき、このスターをメニューから選ぶがいい。さらばじゃと。うん、まあまあ、ボムキングに会いたいはもうないかな、多分。会いたい、会いたいかな。さっきのコイン14コインやった気がする。もう一回減ったらいいかな。白熱のこの子、あー、なんかやった気がする。これ、はいはいはい、なんだ、マリオさんじゃないですか。ボンキングやっつけたって本当ですか。いや、すごいっす、さすが強いし。オイラほどではないけど足も速いっすよね。
一つ親とボムキングのやつがいたお山の頂上までかけっこしませんか。それではあよいしょ、はいはいはい、これ結構早いんだしか、違ったっけ、ほん、あれそんな速くないんだ、やばいやばい、あかんかん、ワン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 、よかったよかった、はい、間違えた、これノコノコってこれ坂登るん違ったっけ、違ったかな、あれなんか玉増えてへん、ちょっとちょっと弾増えてる気がする、ちょっと内側内側で行こう、あれだ最初のロスやな、ここよ確か、なんかしゃがん、そうやね、はいはいはい、おい、え、そう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 、タイム55秒、まあまあいいでしょう、こうへんな、これ待ってたらいいんかな、あ、来た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 、ノコノコ来たぞ、はあ、はあ、参ったっす、ほんと早いっすね、オイラに買った記念にこれあげるっす、おいしょ、もらったでいい、あれ、ちょ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 、どんどん進んでいこう、ステーコースってこれ何どんぐらいあったかな、20ぐらいあったっけ、ん、まあまあまあ、とりあえずこのまま続けていこう、ボム空の島までぶっ飛べ、ボム兵の戦場、ほう、あ、これ、あれ大砲なくなってる、あ、これ入るやつか、僕たちは平和を願っています、だから大砲は使いませんけれど、あなたはどこかへ飛ばすなら平気、うん、なったかな、なんかどっか角に当てたら角が壊れて、どこや、あれか、これさすがに届かへんな、よいしょ、あららら、ちょっとこれでこれでいいんやったっけ、あーこれか、で木があるんで微妙にかするぐらい、これぐらいかな、もうちょっと、もうちょっとで、ちょっと上げて、あかん、ちょ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 、おぼぼ、もうちょっと上げた方がよかったね、確か上にも大砲ってやったよね、そっちの方が引っかかりやすかった気がする、こんぐらいかな、もうちょっと上げよう、ふいふい、で、まあ、序盤はね、そんなに難しくなかった記憶がある、このまま入っていこう、8枚の赤コイン、あー8枚の赤コインか、それはわかるわ、どういうことか、ほい、赤コインね、8枚、ここやろ、まず、あ、やばい、ミスター、よかった、はいはい、これもしかして普通の恋も取りに行った方が、よいしょ、100枚集めたら、うん、スターがもらえた気がするんやけどな、今ちょっと自信ないけどな、ちょっと、はいはい、ボム兵とかはね、おっと、
チンコやろ。でそこで隙をついて取ってしまうと。どっちや、こっちか。ん、おっと、びっくりした。なんか壊したらよかったっけ。壊すっていうか、あれ、なんもない、なんもないんか。多分4つ壊したらなんかあるんちゃうかな。あら、ちょっとうまくいかへんな。これを小学生幼稚園の頃にやってたって思うとなかなかすごいよな。ん？なんもない。かっこいいな。ここら辺にあった気がするな。ここやったっけ？あれ？え？ああ。違うな。ここじゃない。じゃ変なシャックリみたいな。キノコか。これもなった方がいいよな。マリオ今6人いる。 6マリオ。お、ここに1つ。よいしょ。おっ、懐かしいよな。どこ、あの上か。島の上ね。空に浮いてる島の上。ここら辺もなんかあった気がする。違うかな。ああ違うか。違うな。このぐらいの記憶になると過去にやってたことがあるっていうか、もう初見ぐらいの気持ちで。だからさ、そう大砲な。ここはいいや。だから木の上とかにも赤コインってあるんじゃないかな。こういう感じでやると出てくるみたいな。違うか。この下とか。違う違う、上向いてる。あ、あったな。これぐらいで。よしよしよし。で、あと一つはじゃあ空の、ね、空の島のとこにあるやつなんで。あ、やばい、落ちる。あれ、引っかかった。付き合うか。ちょろちょろ。よし。37枚。あ、まだまだ。そうね。37枚か。38枚。赤コインはあと1つでいいんやけど。100コイン、黄色100までは結構遠いよね。地道な。この子か。あ、こんなんあったな。お、青コイン。あー、こんなんあったわ。懐かしいな。これ何？あ、看板か。こんなんの、こんなんも登れた記憶が。うん、そう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 。あら、やべ、ちょっと。これは確か、無限っていうか、いつまでも乗っていられる、見られた気がする。ほんとなんか、その、微妙、あ、ちょっと、おっ、おっ、おっ、オッケーオッケー。よし、え？あれ、これ、コインもらった気がするな。そうね、やっぱりもらってるね。こいつもらったっけ、コイン。やばいやばい。51か。51コイン。
ちょっとちょっとマジか。53。あ、そうか、俺台風、あ、明日の台風で行く言ってたよね。まあいいや、こっからこの大砲やったかな。上にもう一つあった気がする。何かな、これさっき爆発したやつやな。うん、そうね。こっからあの島に行けるかは、いや分からへんけどな。どうやん、あ、これ無理やな。これで一番頂上。はいはい。んで、あ、ないかな、ここら辺に。あ、あったあった。あったけど、あの大砲はちょっと乗れへんっぽいよね。ハートもらっとこうか。お、あったあった。あれ？乗れるようになってる。ん？あー、あそこにいるのは何？お前か、犯人は。そういうわけでもなさそうやな。で、ここに入る。こんぐらいでいいかな。あー、なるほど、下に出てきた。で、あ、これでか。これその真ん中抜けたらいいんやけど、そうすると1コインずつしか取れへんな。あ、そうでもないか。あれ、あ、そっか、うん、これをひたすらやると、そしたら100コインいくと。なんかそんなんやった気がするっちゃするよな。やばいやばい、とりあえず100集めよう。まず多分100でスター1個もらえる。もらえた、もらえてないかな。もらえた気がするんやな。うん、78コイン。あと何コインいるんや。22か、まあ、22やったらいけんことはないわな。ほい、よしよしよし。うん、どこ行った。これでいい。あと19コイン。赤いブロック、赤いブロックか。あー、赤いブロックって空飛ぶ帽子かぶ、帽子、羽マリオになるやつ違ったかな。違うか。こんぐらいかな。もうちょっと上げとこうか。おおおお、まあ、結構ぐらい感はあるな。あら、あら、降りちゃった。じゃ、登っちゃった。んで、どこや、ここね。はい。んで、ちょっと次は炭を狙っていくか。これでも奥にあるの。あ、やばっ。あと17コイン。どうすんの。まあいっか。まあいやいやいや、うん、しょうがないしょうがない。次行ってしまっていいのかな。羽マリオになるにはブロックみ、あ、これかこれかこれか、はいはいはい、これでいいの。ん、ん、どういうことかな。ん、なんかスイッチみたいなのがあった気がするんやけどな。ここじゃない？いや、ここじゃないな、多分。スイッチはこれやねんな。うん。スイッチはこれなんやけど、羽マリオ。これどうやったら戻れるんやったっけ？あれ？これどうやったら戻れるの？あれ？ここやったっけ？え？え？
いや、ハネマリオブロックスイッチこんなとこにあった記憶はない。あった、ちょっとやばい、一回やられようか。やばい、いや、やっぱやられない、あげられた。ちょっと、うん、多分違う気がする。一人マリオ減るけど、次のとこ行こう。多分違うと思うけどな。次は、はい、さあ3つファーストの力で次の世界の絵のドアは静かに開いた。はあー、懐かしい。時間いくらいなの、今日この辺にしようか。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。